の東京都千代田区内沢一丁一丁目にある建築物である。ここでは、かつてそこにあった第1号館並びに第2号館についても記す。高層棟建設工事である第1期工事は、旧日比谷大ビル第1号館跡地において1987年10月20日寄工され、1989年10月4日に竣工した。旧 日比谷大ビル第2号館を取り壊し、公開空地として造成する第2期工事は1991年11月29日に竣工した。設計は日建設計83.40メートルの建行がある。公開空地や壁面などには旧建物の遺構が散りばめられており、一例として第1号館の7階壁面に取り付けられていた。 お面のテラコッタ125個のうち53個が飾られている。第1号館の壁面に取り付けられていた女神像と勇士像については第2号や片後の公開空地に飾られている。また21階には吹き抜けの中庭が設けられており、旧日比谷大ビル第1号館の動物や玄関口のアーチ14個のお面などの遺構が置かれている。第1号館は ネオロマネスク様式で、7階壁面には、お面のテラコッタが125個取り付けられていたほか、壁面には、多くに低造作の、女神像及び、有志像の聖堂像が飾られていた。一方、第1号館に隣接して建てられた第2号館は、ネオゴシック様式であった。第1号館、第2号館ともにコアシステムの合理的な間取りで、設計された。日本で初めて、 コアシステムを採用したのは、この第1号館であったとされる。第1号館、第2号館の間は1階の渡り廊下及び、地下1階で接続されていた。第1号館、第2号館とも主に、大阪商船関係の会社が入居した。地下1階で営業していた、テナント、レインボーグリルは1944年3月に、廃業するまで本建物に入居していた。 文芸春秋社の関係者などに親しまれていたという。また、2.26事件の際には、大阪ビルジング、東京支店の事務所に3日間鎮定部隊、宿営幕僚本部が置かれたこともあった。この他ソビエト通商部が入居したこともあった。建設の経緯大阪ビルジングでは、 東京文館の建設用地として1925年10月26日に三菱合資会社辞書部から東京市麹町区内斎は一丁一丁目三番地の土地を取得。同地において1926年3月10日寄港され、1927年7月31日に竣工した。また、同社は1926年3月13日。 三菱合詞会社辞書部から第一号館に隣接した土地を取得。その地において第二号館を建設することを決定し、1929年9月12日に自賃災が執行、同月14日に寄港され、1931年4月25日に竣工した。接種と返還終戦後の1946年6月12日、 本建物に入居していた、米軍関係の入居者は、大阪建物に第1号王館、第2号館ともに、接種の予定である旨報告する。これを受けた同社は、米国の報道機関に室を提供したり、連合国軍最高司令官総司令部宛に、嘆願書を提出するなどしたものの、同月21日、同月26日正午までを期限とする接種が、通告され、 期限は、交渉によって、同月30日までの明け渡しに延期されるも、結局住友銀行と、高木写真場を残し占領軍が接収するに至った。接収中、第1号艦は、銭高組、第2号艦は、島藤組の施行により、宿舎として改造された上、女子軍人、女子軍属専用の米軍司令部宿舎、ホテル大阪として使用された。 接種から時を経て、東京ビルジング協会から接種解除要望を受けた東京調達局が1955年5月2日付で、同協会に提出した回答書において、他建物の接種解除の予定時期が明示的に記されている中、本建物だけは、目下のところ不明と記されており、これを不服とした同社は、昭和30年度の賃貸契約への調印を拒否した。 さらに同社は、同年8月30日付で、東京調達局局長宛てに、ファク3576土地建物当賃、貸借契約に対する解約申し入れ書と題した、接収解除を要望する、旨の申し入れ書を提出するも、これは、聞き入れられなかったので、これに対する対抗措置として同社は、同年12月1日以降の賃料の受け取りを拒否した。 1956年7月、同社は、日本国を相手に本建物の接収会所並びに、損害賠償を要求する訴訟を提起。1957年12月、1955年12月から1957年1月までの、賃料を、国が増額して支払うことを条件に時短が、成立した。そして1958年10月31日付で、 同年12月1日に接種解除する旨、大阪建物に正式通知され、接種解除返還式が行われた。返還後、同社は接種中宿舎として改造された本、建物を再び貸事務所として復旧する工事を、大林組に発注し、工事費5億245万7359円。 約6ヶ月の後期を費やしたこの工事は1959年5月28日に竣工した。1961年7月7日に、同社はこの現状復旧費用並びに工事中の損失について3億5980万円の支払いを求める訴訟を再び国相手に提起し、1974年5月20日に、 国が2億1706万7000円を支払うことで和解した。再開発動車は1980年代になり建て替えを決定したので第1号館は1986年10月31日取り壊された。第2号館も新建物完成後の1990年3月29日に取り壊された。なお、この第2号館の取り壊しについて 大ビル発行の大ビル75年史によれば、東京都庁と大阪建物の間で、歴史的建造物として、第2号館を保存する案が持ち上がり、同社は一時解体工事を中断した上、第2号館の保存を申し入れたが、同社の要望は、容積率などの問題で受け入れられなかったため、同社は、第2号館の保存を白紙撤回し、半年遅れで、当初の予定通り、 第2号館を解体撤去、公開空地として造成する工事を着工することになったと記されている。大ビル75年三313から323ページ、大ビル75年百283ページ、322ページ、大ビル75年市25ページ、大ビル75年百289ページ、大ビル75年百283ページ、 322ページ、大ビル75年二25ページ、建築雑誌昭和42年4月号、大ビル75年史30ページ、大ビル75年四42ページ、大ビル75年二23から25ページ、大ビル75年三33から35ページ、大ビル75年史70から73ページ、大ビル75年史70から73ページ、 大ビル75年史百五から百十一ページ。大ビル十五年史百五から百十一ページ。大ビル十五年史百五から百十一ページ。大ビル十五年史百五から百十一ページ。大ビル75年からページ。大ビル年史105から111ページ。 大ビル75年市313から323ページ。大ビル75年市313から314ページ。大ビル75年市323ページ。ただし、第4話で登場する、山田処房本社の屋上で、山田朝と潮と部下の松永慎吾が二人で語らう、シーンのロケは、東ビルではなく、天王ズアイルにある、東京ミビルの屋上で行われた。ありがとうございます。